この中にはコンピューターが入っています。そのコンピューターが食べ物、まさに食べようとしている食べ物の中のナトリウムイオンを浮かせて一気に引きつけるという操作を行っています。そこで電気の力を使っているというわけです。この結果、塩味が 1.5 倍の濃さに感じられるところまでいっています。いつも飲む味噌汁とほとんどやっぱ同じような濃さを感じる感じですね。